ハートフルギター教室の動画チャンネルへようこそ。シリーズ超初心者向けギターエクササイズということで、今日のテーマはですね、スタンドバイミー、というスタンダード曲を使って、まあ若干こうね実践的ではあるんですけれども、スタンドバイミーを弾こうという企画です。オリジナルはね、多分1960年代の制作だと思うんですけれども、ベン・E・キングという、シンガーの方ですね、歌ってるのは。でその後、まあ、ジョン・レノンをはじめ、有名なねミュージシャンもカバーしたりとか、またはね、そういうあの大物アーティスト以外にも、ギターの入門曲として、広く取り上げられてる曲でもあるので、まあ、頑張ってちょっと弾いていきましょう。でこれを取り上げた理由としては、ね、印象的なあのベースラインね、で、まあ、オリジナルの曲でもね、アコースティックベースで、こんなフレーズを弾いていると思うんですけれども、まあ、この曲をね印象付ける、フレーズと言っても過言ではありませんね。なので、まあ、実際ねこうある程度ギターを弾けるようになってくると、誰かにこう聴かせたいな、まあ、友達が来た時にね、ちょっとギターできるんだみたいな感じで披露したい場面があると思うんですけど、そうした時にただねどう弾けるでしょって言っても、あのこれ何の曲だかわからないわけです。あの、まあ、歌ってれば別ですけどコードだけ弾いてもねこれ何ですかってなっちゃう。でも今みたいに印象的なメロディーをねこう弾いてあげればですね、ああスタンドバイミーねっていう風な感じで、まあ、分かってくれると、ね、まあ、弾いてる本人も聴いてる人も、まあ、分かりやすいと、ね、じゃあですね早速、このレッスンに関してもスコアタブ風を作りましたので、画面の下の方のね説明のところから、PDF のファイルでダウンロード、可能です。まあ印刷もできるんでね、ちょっとまずはそれを用意してからこの続きを見てください。じゃあですね、まあ、譜面を追っていくと、最初ねエクササイズ1 EX1 でここでねさっき弾いてた、ベースラインだけを弾く練習で、これはね単音のみです。単音だけ、コードは出てきません。でね、注釈のところに音を確実に止めるミュートを意識しよう。で、単音を弾きながら、音の、伸ばし具合とかね、止め具合とか、そこも学んでいく感じです。で、冒頭の部分が、途中で音がね、こう止まってるの分かりますかね。まあ、止まってると同時にあのカツンっていう音がちょっと出てると思うんですけど、うん、こういう感じね。でこのカツンっていって音が一回切れてるところ、ここはね右手のミュートを使って音を止めているんですけれども、まず5弦の開放弦をねこう弾きますよね。でこの後で、まあ、止めるんですけど、その止め方がちょっとね難しいですね。角度的にはね横から見た方が狭い、ね、これで見えるかな。こうやって5弦を弾きますよね。まずボーンと弾く。で弾いた後で右手の手刀の部分、うん、こうチョップするところね、うん、手刀の部分、ここをこうやってね弦の上にこう乗せるわけです、うん、まあこうチョップするような感じと言ってもいいですかね。でこれと同時にピックの先がね5弦の上に乗っかるようにしたい、うん、で次ね再びもう一回5弦を弾きたいので、この予備動作としてすでに5弦がいつでも弾けますよっていう状態にしながらも音を右手の手刀部分で止めておく。
でこの時にねピックを持ってない3本指の爪の先だとか、あとピックが直に語源にこう触る音、うん、こういうのがねミックスされてカホーンっていう音が出てるんですけれども、こうね、うん、弾いてミュート、弾いてミュートで、このミュートがしっかりできるとできないとでは、曲のノリというのをね、出す上で、全然違うものになってしまいますので、まずは開放弦ミュート開放弦ミュート開放弦ミュート、うん、これがねバッチリできるようにしてください。こうね、でこれができてしまえばね、あとは、まあ、単音だけのフレーズなので、うん、ポジションを覚えて弾いていけば、そんなに難しくはないと思うんですね。で、おまけがつきましたね。ダーツダーン、ボンボン、ダーツダーン。途中でボンボン、6弦の音が、2つね、来てるんですけれども、うん、開放弦と4フレット。で、4フレットを押さえるときはね、薬指がいいかなと思います。うん、バーン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 、この音ね。この音は薬指。バーン、バーン、ボンボン、バーン、バーン。で、今のはね、1小節目から2小節目の、頭半分ぐらい。じゃあ、ちょっとね、そのまま流して、ね、1段目を、4小節分弾いてみますね。3、4。1段目の演奏で、コードネームがね、振ってあるんですね。最初がね、A コードで、3小節目のところに F シャープ M って書いてありますね。 F シャープマイナーで、ちょっと余談ですけれども、コードネームの部分にアルファベットだけ A とかね、 D とか E とか書いてある。これに関しては全部ね、明るい響きのするメジャーコードを指しています。で、ちっちゃい、小文字の M ね、小文字の M が、付加されている F シャープマイナーに関しては、これマイナーコードを表している。まあ、暗い響きのするコードね。で、ここではベースラインしか弾いていないので、まだちょっとコードのサウンドというのが、出てきてないんですけれども、EX2 でやりますので、うん、まあ、コードのカラーというかね、明るい暗い。これでメジャーコード、マイナーコード、2種類出てきます。今の4小節、じゃあ後半のね、F シャープマイナーからいきましょうか。3小節目ね。今度は2フレット目を6弦。6弦の2フレット目を人差し指で押さえて、同じようにね、ミュートを間にかまして2回弾く。ボーン、ボーン。で、次の音は開放弦を弾きますので、ボーン、ボーン、ボーン、うん、一回指を離すんですね。ボーン、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 ボーン。これで3小節目と4小節目の、半分 F シャープマイナー。じゃあ、次ね、4小節目の最後の2つの音ありますね。4弦で4フレット、2フレットの順番に弾くところ。で、ここはね、指は小指か薬指、どっちでも使いやすい方でいいです。4弦の4フレットね、薬指で押さえても、小指で押さえても、どっちでもいいです。じゃあ、ここではちょっと、まあ、仮に薬指としますが、4弦の4フレット、薬指。で、同じく4弦の2フレット人差し指ね。うん。で、手前で6弦を弾いていきなり4弦にジャンプするので、この右手のね、弦の移動、これがちょっとね難しいかなと思います。ボーン、ボーン、ポンポン。うん。ここの移動をね、弦移動、それからフィンガリングのこのジャンプね。
気をつけて、で、下の段ね、コードが D となってるところ、ここはね、4弦の開放弦をボン、まあシンプルですね、全部弦が一緒なんで。で、次の E コード2フレット、人差し指ね、で、ここまでやったらね、また最初の A コードに戻るような感じになるので、フレーズは一緒なんですね。再びこれが来る。で、最初に戻ってもう一度演奏します。じゃあ流して、ゆっくり弾いてみるので確認してください。仕方としてはね、譜面を今見てみると EX1 の最後の2小節のところにそれぞれ、1括弧2括弧ってやつがあって、で数字がね1って書かれて上にこう括弧がありますね。でその隣に2の括弧がある。でこれの意味としてなんですけれども、1回目はねこの1の括弧の中だけを、まあ、だけというかね、最初からずっと読んできて2の括弧の手前まで読むんですね、1回目は2の括弧の中はいかないで最初へ戻る。で再び演奏してきて2回目は今度1の括弧のフレーズは弾かない、ここを飛ばして2の括弧のフレーズを代わりに弾くという意味になります、なので、終わるときは2の括弧のフレーズで終わる、こういう感じですね。じゃあ、ここまでのベースラインが、しっかりできた、ミュートもしっかり、できるようになってきたという場合はですね、EX2 ここへ進みます。ちょっと文字で書いてありますが、ベースライン、今弾いたですね、ベースラインにコードを付け加えたパターン、まあよりギター的な響きを、得ようと。じゃあ、初めてねこのコードを押さえるという方もおられるかもしれないんで、譜面にはないんですけれどもちょっとコードフォームという面で、予習をしましょう。で最初に出てくるコードはねやはり A コードなんですね。 A コードで、形をねどっから探すかっていうと EX2 の一番最初ね1小節目で最初はね5弦の開放弦ですね、で休符があってその次の音今度数字がね縦にいっぱい並んでるところがある。これがねコードの形なんですね、で上から02220で一番上の0だけ括弧がしてありますね。括弧で括弧がしてある音に関しては最初はちょっと難しいから出なくても、あんまり気にしないでくださいっていう音です、なので括弧がついてる音が出ていないからといって、がっかりしてね、やめないでください出ないでもいいです。括弧がついてるところは出ないでもいい。じゃあ、このフォームどうやって押さえるかっていうと、222とね3つ2が並んでますが2弦と3弦4弦この3本ですね。なので下から2番目3番目4番目2弦3弦4弦で2と数字が書いてあるので、第2フレットということになります、ここが1フレット2フレットね。でできるだけこの2フレットに近いところを押さえるわけです。で
3箇所押さえますので、押さえる方法としてはね、いろんな組み合わせ、指の組み合わせが考えられるんですけれども、ね、一番そうだな、押さえやすいのはね、多分これじゃないかなと思うんですけど、まあ人それぞれあると思いますが、こういう形、人差し指を余るような形にして、中指、薬指、小指の順に4弦、3弦、2弦と置く、で、余ってる。で、1弦に関してはね、一番細い弦、カッコがついてる弦ですが、これはまあ、鳴った方がいいんですけども、鳴らなくてもいいです。で、この1弦がね、鳴るとこうなんですけど、鳴らないとなんかね、こんな感じになっちゃう。で、鳴らない原因としては、小指でね、こう2弦を最後に押さえてるんですが、このお腹の部分がね、ちょっとこう寝すぎてしまって、すぐ下の1弦に触ってしまうと音がこうやって出なくなっちゃう。しっかり指を立たせて、まあ、1弦まで出るとよろしいかなと。まあでも出なくても十分に A のコードとしては成立していますので、これでもいいです。で、あとはですね、このフォームを作れたら、数字が書いてある弦だけを弾くということになりますので、数字の書いていない6弦に関して、一番太い弦ね、これはね、弾かないんですね。で、このレッスンでは、もう5弦からピックを振り下ろすような形で、6弦にね、こう触らないように、ちょっとこっちでコントロールをします。で、上手い弾き方としては、フレーズがね、手前で5弦のね、開放弦を弾いて、ミュートをしてからコードを弾きますので、このミュートした時点で、あのベースラインでやりましたね。ミュートした時点で、5弦にピックが乗っかってる状態、この状態にしておけば、そのままね、手をこう下向きに振り下ろす、これでコードがね、もう6弦に触ることなく、鳴らすことができます。で、このコードを押さえるまでにね、ちょっとこう窮屈なところをいっぱいの指がこうぎっしり詰まってるんで、狭くてね、やりづらいと思うんですけど、まあ要はこれ慣れなんで、ちょっと一生懸命この部分だけでもいいんで、ちょっと練習して A コード押さえれるよね。で、あとね、全部で4つコードがあって、そのうちの1つがね、今の A コードで、次のコードが F シャープマイナー。じゃあ同じくね、譜面を見ていくと、今度3小節目のところですね、3小節目も同じく最初に単音を弾くんですね。この場合6弦の2フレットです。で、その後に今度ね、数字がなんと6個も積まれてる。上から222442、これ6本も弾くの大変ですよね。で、なんですが、ちょっと助け舟を出したんです。なんと上3本は全部カッコ。これね、まあ出なくてもいいというか、もうあえてここは出さないような押さえ方にしてしまう。ということは、数字がね、カッコがついていないところだけ拾っていくと、4、5、6弦、太い方3本の弦の押さえ方。で、4弦、5弦、6弦の順に4フレット、4フレット、2フレットになってますので、ちょっとこの運指をね、パターンをやっていくと、まず4弦の4フレットを小指、それから5弦の4フレットを薬指で、6弦一番太い弦の2フレットを人差し指、でまずはね、この3本がしっかりと出ること。これで F シャープマイナーで、厳密に言うとね、F シャープマイナーではないんですけど、F シャープ系のコードとしては成立してるんでね。で、もうこれができる、しっかり音が出て、ちょっとまだ余裕があるぜっていう方は、その下のカッコがついてる音もトライしてほしいんですけど、人差し指ね、さっきはこう6弦だけね、押さえてたんですが、
ちょっと頑張ってこう全部の弦をね押さえるつもりで、この人差し指のね、お腹の方で1弦から3弦まで細い方の3本を押さえてるわけです、こうやってね。なのでまずはこの3本だけ ね6弦から4弦まででいいので、で余裕が出てきたら全部弾いちゃう。でまあここではねちょっとこっちの簡単なやつで話を進めていきますが、このコードを弾く前のフレーズがやはり単音を弾いてミュート、それからコード、こういう感じですね。じゃあ、次のコード、D コードね。これはね、また数字を同じ部分見ていくと、上から2320、2320で、これは括弧がありませんので4本とも全部、できれば鳴らしたい、こういう響きになるんですが、とね、押さえ方としてはこういうね三角形みたいな形になって、細い方の弦からいくと、まずね2弦の1フレット、違うね、1弦の2フレット、これね中指で、2弦の3フレット薬指、それから3弦の2フレット人差し指で、あとね4弦が0ってなってるので、これはね開放弦としてコードの一部ね利用するんですね。で開放弦というのは左指で一切押さえないんですが、もうこの生の状態というか素の状態でね、このまま使ってあげる、開放弦と押さえてる3本の弦ね、これを混ぜるわけ、で、リズムのねパターンはやはり一緒なので4弦弾いてミュートをしてコード、4弦ミュートコードね。じゃあ、やっと最後ですね、次 E コード、今度はね、0012、合ってますね、0012で00となっているので1弦と2弦は開放弦ね、もう押さえないで、人差し指で3弦の1フレット、それから中指で4弦の2フレットで、全部まとめて4弦から下細い方へ弾く。これも同じく、手前で単音の音を、ね、響かせてからミュートしてコードを弾いていると。じゃあ、まずはねこのコードの部分をしっかりと押さえれるようにしてからエクササイズ1でやったベースラインにこれを混ぜるわけです。でちょっとねゆっくりやってみると、もう一回いきますね。こういう形になります。で単音だけだった、これがね基本になっている。でもうリズムパターンも弾く、弾く、まあ、位置というか、まあ、弾くリズムがね一緒なんで、ただその部分的にコードが付け加わったという弾き方です。これはね、EX1がしっかりできていないとまずねこの曲の感じがつかめないと思うので、まずしっかりベースラインを、やること、それから EX2 へチャレンジする前にまず単体のコードがしっかり押さえられて、
で、その上でくっつけてね、コード進行に合わせて弾く練習で、このコードがしっかり押さえられるようになってくると、例えば、もうちょっとね盛り上げた演奏をしたいなとかねいう時に、こうねコードだけを弾くっていうね、こういう弾き方もで弾くためには、右手がさっきよりも大きく動いてますよね。で、ほとんどね、こう全部の弦に触れるような感じで右手が動いてる。で、そうなってくると、さっきはね、こう使わない弦を一切右手で触らない演奏をしてたんですね。でもこうやって弾く場合は、使わない弦にも右手が触っちゃうので、右手が触れても音が出ない処理を左手で行わないといけない。で、この左手のミュートの技術が、上手にできてこないと、なかなかね難しいんですね。こういっぱい出ちゃう。なのでね、まずはこの EX2 の部分でしっかりコードをね、弾き分けることが、大事になってくる。で、レッスンはここまでなので、EX1、2の順番にしっかり、練習していけば、この次にやるね、ストロークの動作、ここにつなげることができるので、ちょっと頑張ってやってみてください。で、ハートフルギター教室、こんな感じでね、初心者向けアコギレッスンみたいなこともやっております。で、もちろんエレキも、大歓迎で、対象レベルも問いません。未経験から、プロ志向の方まで、たくさんの方が通う学校でもあります。興味のある方は一度ホームページをご覧いただいてご連絡、ください。それでは、頑張って練習をしましょう。これはですね、シリーズ化、している途中ですので、また別の、場面で見ることがあるかもしれませんが、その時もよろしくお願いします。